どうもリンクチャンネルの横山です。今日はですね、ニュースです。ニュースです。まあ都市伝説的なね、私の中ではね、感覚なんですけど、はい、表ソフトのラバーの配列によって、はい、回転がかかったり、はい、ナックルのボールが出たり、はい、ありますよね。知ってますか？はい。じゃあ、縦目は？縦目がスピード系ですね。スピード系、ナックル系。横目が回転系。そう。っていうのは、こう、知ってる人も多いと思うんですよ。はい。ですが、これ、研究として実証されていないんじゃないかという。なるほど。説が舞い込んでまいりました。はい。そんな研究結果ないんじゃないかという。おお。はい。これはとても興味深い。みんな縦目がナックルが出て、はい、横目が回転がかかると思っていたのに、はい、そんな結果ないよって言われたら、はい、びっくりでしょ。びっくりですね。っていうのを今日検証していきたいんですけど。はいはいはい。まあ我々表ソフト使ったことを、まあ僕は小4まで表ソフトだったんだけど、はい、ない。まあ今そうか、加藤健は最近表ソフトにしたばっかりで、はい、まだ表のことなんかあんまり分かんないでしょ。そうですね。なので実際表ソフトを使っている方にこの情報が、まず縦目がナックルで横目が回転系っていう、うん、いうのをみんな知ってるかどうか、まあ多分知ってると思うんだけど、まあ一応ね、まあ表ソフトのユーザーの方に、はい、ちょっと聞いてみようと直接電話をして、はい、はい、で誰にかけるかっていうと、あのうちのチャンネルでももう 2,3 本出てもらってる、はい、伊藤純喜選手、はい、あのパラリンピックにもね、はい、出てるので、まあ、そこら辺詳しいんじゃないのかなと思うんで、ちょっと聞いていきたいなと思います。はいはい。それではこれから伊藤さんに電話をしたいと思います。はい、お願いします。聞こえるかな。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、お忙しいのに。いえいえ、どうしました。ちょっと遺体さんにですね、はい、お聞きしたいことがありまして。うん。遺体さん、フォアハンドラバー表ソフトでしょ。うん。インパーシャル XB。 インパーシャル XB。ちょっと質問したいんですけど、うん、縦目と横目でナックル系と回転系ってなんかあるじゃないですか。うん。縦目がナックルですか、回転ですか。縦目が XB の縦目だから、ナックル。ナックル。うん。で回転系がじゃあ横目っていうことですか。横目だね。なんでそう思ってるんですか。え？え、その根拠はあるんですか。根拠？はい。ね？ないんでしょ。縦目。それはなんでそう思うようになったんですか。え、縦目だと。困ってますよね。そう言われてきたからそうなんじゃないかなと思って。でもそうなんじゃないの。そうですよね。はい、そうなんです。そうです一般的にはそう言われてますよね。はいはい。そう、私ですね、はい、そんな研究結果、はい、出てないんじゃないかっていう情報をですね、はい、入手しまして。縦目、横目は関係ないっていうこと。はい。でしょ。ですね。なんですよ。ちょっとこれから検証してみて。これ YouTube 撮ってんの。 YouTube 撮ってます。あ、そうなのね。はい、あの音声だけの、あの出演料ですね。ああ、ありがとうございます。はい、8万円でいいですか。ああ、ありがとうございます。はい、すいません、安くてすいません。じゃあこれから縦目と、 XB は縦目だからナックルです。はい、で、X
S は横目で回転系じゃないですか。回転系ですね、はい、はい、っていうのをちょっと検証してみますので、はい、また検証結果が分かりましたら、あの論文にしてお送りいたしますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ご協力いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼します。失礼します。はい、ということでやっぱりですね、板井さんも思ってましたね、うん、縦目がナックル、横目が回転だと、うん、はい、そうでしょ、うん、いや、みんな思ってるの。いや、コメントにもあった、門田くんは男だったら最終的に横目にしないとダメだよねみたいな、うん、ちょっと回転系 ね、うん、そう、横目ね、変わるの、まあ、変わるのかどうかという検証をこれからしていきたいと思います。そうですね、門田、ラケット準備してるね。はい、見せて。でってるー。あ、俺見ちゃいけんのか。まあでも分かんないでしょ。分かんないよね、パッと見ちゃう。まあね、ラバー、2枚の同じ種類のラバーをこう貼るのとこう貼るの、はい、そうです。を2種類、はい、色は全く一緒でね、はい、大体サイズも同じようにで、これで、これは元のラバーはもう使い古しの、はい、もうあともう使えないかなっていうぐらいのラバー、インパーシャル、XS XS 圧を両面に貼って、はい、縦と横に貼ってます。はい、で、これで打って、もともとはこれ回転系のラバーよね。そうですね、横目、横目ね、はい、それ横目のラバーを縦に貼ったらナックルが出るのか、うん、で、それを打って相手が、はい、あ、こっちがナックル系ですね、こっちが回転系ですねって、うん、分かると、うん、意味がある、意味があるよね。そうですね、うん、でもどっちで打っても変わらないなら、うんうん、ね、配列関係ないんじゃないかっていう、確かに、うん、検証してみよう、はい、っていうのと、うん、あとこれ打ち方にもよるわけじゃん。あ、まあ確かに。例えばこうやって打つ人は回転かかるけど、はい、見えてる今、はい、見えてます。こうやって打つ人は分かるけど、回転かかるけど、はい、こうやって打てば回転かからなくなるってこと。まあ確かにそうですね、これ今配列的にそうなりますもんね。こう打つのとこう打つのでは変わってくるわけじゃん、はい、それで回転系とナックル系を分けるってすごくない？確かに。で、ナックル出したいときこうやって打って、回転かけたいときこうやって打てば、はい、よくないっていう。ちょっとこの配列によって出るボールが違うのか、早速検証していきたいと思います。はい、はい、それでは早速検証していきたいと思います。じゃあ俺には縦目か横目か言わないでね。そうですね、いいよ、皆さんにはじゃあ教えてください。はい、はい、OK ですね、皆さん。ということで、まずね、こっちからやっていきたいと思います。お願いします。じゃあこっち行きます。あ、おさ、え、打ち方一緒、手だけ一緒ね、手だけ一緒にしよう。あ、おさ、本当に一緒に打ってる、同じように打ってる、もうできるだけこのここだけで OK。もう一回逆いきますね、うん、全然違う全然違うよもう一回どっち、最初の方、すぐ最初あと立ってる、待って、あ、OK、もう一回答え、え、本当に同じように打ってる、はい、違う、
違いますか？若干違うね。おお、まあ裏面の方が、はい、ナックルのような、ナックルというか飛んできてない。あ、うん、いやてか分からん、加度源が違うんじゃないかっていう疑いがあるから、ちょっと俺打っていい？はい、すぐ見ないから。はい、あ、なんか1つ目は縦目と横目は全然違うっていうことね。あ、これ分かりました、はい、まず飛距離、はい、やっぱりまだ答え知らないんだけど、はい、多分横目の方が擦っても落ちにくくてよく飛ぶ。あ、なんか擦られてるんだよね、まあ、裏の打ち方なのかもしれないけど、光線がちょっと出るって、うん、飛距離が出る、うん、で反対面の方が飛距離がちょっと出にくい、短く飛ばなくなる、なんかちょっとで擦ったら落ちる落ちる落ちる、うん、で2つ目分かったことは、こっちが絶対に縦目だっていうこと、うんうん、こっちが横目、うん、だと思う、うん、だってこっちの方が回転かかってこっちの方が飛距離出なかった、はい、じゃ落ちやすかった、落ちやすかった、こっちの方が圧倒的に、うんうん、特に擦ったらよく分かった。うん、いきますよ、答え合わせしてください。はい、っていうことはこっち、グリップレンズがある方、グリップレンズがレンズ、レンズ、まあバック面だね本来、はいはい、が、XS の通常に貼った場で、こっちが、縦にしたやつ、はい、がレンズある方で、はい、正面、はい、正解でしょ？正解です。正解でしょ、はい、やっぱり、え、違う、違ったね、違いましたね、都市伝説じゃなかったね、なかったです。え、なんで、まあ確かにこの粒、4つの粒が正方形じゃないです、うんうんうん、こうだ、ちょっとね、なんていうの、ひし形でいいのかな、まあ、ひし形に近い、細長い、ね、そう、細長く、コトンが、これがこうなるか、こうなるか、そうです ね、この4つの粒が、うんうん、によって、こんなに違うんだね、ですね、これ面白いね、確かに、で、下多分いくら開けてもいいじゃん、ペンの下で、で、これ曲げてもいいんでしょ、うん、そうですね、だから、斜めに貼るのもありっていうことでしょ、あー、確かに、そしたら、すごいいやらしいボール出たりするね、なんかそういう貼り方されてる人もいらっしゃいますね。いるね、はい、うん、はあ、いや昔俺がまだプレイヤーとしてやってる時だけど、はい、噂では、はい、あの超トップ選手で、はい、こう波打つように貼る人がいたっていうのを聞いたことがある。聞いたことがある、うん、中国の、はい、めちゃくちゃ強い人、はい、もうみんなも知ってるような表の選手、はい、でこうちょっと斜めにこう張っていくっていうことは、やっぱり粒のこの配列によってかなり飛んでいくボールが変わってくるっていうことでね、はい、なるほど。だからそのラバーを張ってるからといって本当にその回転系スピード系、はい、
とは限らないかもしれない。本当だね。ですね。若干斜めにして貼ったりね。はい、はい、ということで、まあ、検証結果はですね、縦目と横目では全然違うっていうことですね、うん、プラス横に貼ったらやっぱり横目が回転がかかって縦目がナックルが出やすい、はい、っていう検証結果となりました。皆さん知ってましたか、うん、はい、知ってましたよねでもまあちゃんとね正確な検証が、うん、まあ、してる方ねあんまりいないと思うので、うん、まあ参考になったかどうかは置いといて、うん、だからまあ自分が、まあ、こういうね、そうですね、っていうことはよ、はい、裏ソフトを斜めに貼ったらどうなるの。これも粒の形状がちょっとずれるから、いやいや、こうだね、正方形じゃない、はいはい、細長いね。これ貼り方変えたらラバーの性能変わるんじゃない。お、裏でこう、ね、角度変えて貼ってる方もいらっしゃるから、もしかしたら検証しちゃうか次回やってみよう。はい、さよなら。さよなら。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。お願いします。3人の Twitter や Instagram、 YY リンクの Twitter、 Instagram もやってますので、概要欄の方からフォローの方よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。それではさよなら。